ダイヤルパルスはアナログ電話回線において、節と段により端末設備から電話交換系喪出する選択信号の名称である。トーンダイヤルに対比して用いられる場合はダイヤルパルスに対応した回線種別を指すことが多い。信号方式には10パルス毎秒方式と20パルス毎秒方式がある。ダイヤルパルス式電話機は 代表的には口実する回転ダイヤル式電話機であるが、押しボタン式電話機の中にもダイヤルパルスを発出できるものがある。回転ダイヤル式電話機、エリクソン製ダイアログ。回転ダイヤル式電話機とは、ダイヤル操作する機構に回転式円盤を用いた旧式の電話機のこと。ダイヤル操作は、奥に数字が書かれた回転ダイヤルの穴に指を入れ、 指止めまで右回りに回す。指を離すと回転ダイヤルが戻り、この時に電話番号1桁分のパルス列をアナログ電話回線に喪出する。これを電話番号の桁数分繰り返して自動電話交換機に電話番号を伝える。日本では1985年の端末機器自由化により減少し、2002年に製造中止となった。ダイヤルパルスは フッキング操作でも発生させることができる。しかし、人間の手によるフッキング操作では繰り返しかずに限界がある。そこで大きな数字には回転ダイヤルを用いるとするならば、日本国内では例えば以下の操作で117の地方サービスに電話をかけることができる。短いフッキング操作を1回、1を喪失短いフッキング操作をもう1回、さらに1を 創出回転ダイヤルで7をダイヤル7を創出1926年1月自動交換機の導入に合わせて回転ダイヤル式電話機の使用が始まったそれまでの手動交換では受話器を上げると交換内の加入者ランプが点灯する仕組みだった加入者は受話器を上げた後フックスイッチを手で上下させて交換台にある加入者ランプを点滅させることで 交換手の注意を引き、電話に出た交換手に接続先の電話番号を告げていた。自動交換になったエリアでは、112番が火災放置用の電話番号として選定されていたが、手動交換時代の長年のフッキング操作の手癖が抜けずに局番が2で始まる神田方面へダイヤルすると、以下のように消防機関の火災放置電話112番に、 ご接続される例が多発した。短いフッキング操作を1回、1を喪失短いフッキング操作をもう1回、さらに、1を喪失回転ダイヤルで、神田方面の曲番、2をダイヤル、2を喪失そのため、1927年10月、末尾の2番を曲番として用いていなかった、急に変えた。以後、日本では、 消防機関への緊急通報用の電話番号は119番である。ありがとうございます。